レールガンは、日本政府が開発を急いでいる武器の一つですが、一体どんな兵器なのでしょう？今回は、レールガン開発がどこまで進んでいるのかが主題です。日本では、発電力もかなり向上し、総合的なレールガン稼働システムが構築できる技術が生まれています。一度開発し、トライアンドエラーで小型化、人が使うまでできればいいけどな。2022年になってからというもの、北朝鮮は超音速弾道ミサイルとみられる物体の発射を繰り返しています。食料援助を訴えていたこともあったのに、軍事費は潤沢なようですね。この飛翔体への対抗手段となるべく、レールガンの研究開発費が2022年度防衛予算に計上されました。実は、1月12日に、BS 日テレで、真相ニュースという番組が放送されたのですが、その中で話題とされたのです。番組の中では、小野寺御殿元防衛相と大原凡司笹川平和財団上席研究員の対談が行われ、レールガンの実力と可能性、そして今後の課題などが話題になりました。改めてレールガンについて説明します。電磁砲とも呼ばれ、次世代兵器とみなされる兵器ですが、火薬を使わずに、2本の通電性の高いレールに高電力を流し、磁場を発生させることによって、レールに乗せた弾体を射出する仕組みです。このレールガンは、試作段階で 200km 以上の長距離射撃が可能で、理論上は、火薬で発射する銃砲や、燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べると、経費もかからず、しかも連射可能と見られるので、飽和的ミサイル攻撃へも対処できるのではと期待される兵器と考えられています。花火がわかりやすい例ですが、雨が降ったら火薬は使えませんから、火薬を使わずに発射できるというのは確かに効率的でしょうね。防衛省がこれまでに試作したレールガンでの発射試験結果によると、発射初速は2300m/秒。およそマッハ6が観測されたということです。戦車砲の発射初速は、1700から1800m/秒と言われますが、それを軽く上回っています。防衛省の構想では、中国、ロシア、北朝鮮が、急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾への対抗手段になり得ると期待しているようです。前での真相ニュースの番組中では、キャスターから様々な質問がありました。レールガンを開発するメリットは何か？小原上席研究員は、弾体を非常に高スピードで遠くのターゲットに命中できると考えている。ミサイルなどに弾体が到達するまでの時間も短く、連射も可能ということだと答えた上で、アメリカ軍の地上試験では、射程 370km という報告があったこと、連射性能向上の可能性についても述べました。また、弾体に火薬を入れて爆発させなくても、高スピードによる破壊力が期待できるという発言もありました。強力な磁場を発生させるための装置は必要か？という質問に対しては、先行国アメリカが10年間開発を続けてうまくいかなかった理由として、高電力を出せる電源装置開発が難しかった。特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置開発が難しかったためではないかと指摘しました。現状、レールガンが艦載可能な艦艇として例示したのは、統合電源システム IPS を備えているズムボルト級駆逐艦でした。IPS は、大きな電力を必要な箇所に集中的に配電できるシステムで、レールガンの発射が可能と思われます。高電力が必要なため、他の電子装置が使用不可能になってしまうので、
現在は、発射されたミサイルを撃ち落とすため、非常に高価な迎撃ミサイルを使っているが、安価で連射可能なレールガンをどう評価しているかというものに小野寺氏は、2012年、平成24年に、初めて防衛大臣に就任した時から、レールガンについて割り返していた。多額の費用がかかるミサイル防衛システムに代わる次世代のシステム研究をしっかり行うように指示を出したと明かしました。2017年、平成29年、防衛省に再任した時は、レールガンの試作機が製作過程だったが、かなりの高スペックを持っていることは感じていた。そして、自分は、自民党内の防衛大綱を議論するワーキングチーム座長という立場もあって、レールガンの性能向上のための予算計上も応援している、小原研究員と同じく、日本が持つ先端的電気関連システム研究に大きな期待を寄せている、陸上配備で対応可能と思われるが、専守防衛の観点からすれば飛来するミサイルを撃ち落とすには航空機へ搭載することも視野に入れつつ、レールガンは日本にとって必要な装備であると考えているという認識を示しました。また、番組内では、レールガンの課題とゲームチェンジャーとしての可能性、大きな電力を供給する電力源の確保、変則的に起動すると推測される、極超音速誘導弾迎撃に本当に有効なのかといった多くの疑問が投げかけられました。今後巨額に膨らんでゆくと思われる研究開発費などについても、当然、遠慮なく、両氏に、鋭い質問が飛びました。研究員も、実用化についての一番、大きな問題が、電源問題と認識しているようです。常に電源を確保できる状態でなければ、蓄電池などの装備が必要になります。その場合、放電後の蓄電に時間がかかるので、連射はできないと指摘しました。とはいえ、電源システムや蓄電池技術に関しては、日本は世界でもトップクラスなので、将来的に、レールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったとしたら、電源システムで、日本の優位性をフルに活用すべきとのことでした。心配される、極超音速ミサイルの変則軌道への対応では、小野寺氏は、レールガン一つだけで防衛システムを構築するのではなく、イージスシステムなど現在あるシステムと複合的に防衛にあたる、レールガンを含めて飛来するターゲットに照準を合わせて的中させるという発想ではなく、近距離で炸裂させ、ターゲットに被害を与えるなどの様々な可能性を研究すべきだろう。それはまだ始まったばかりと話しました。小原研究員は、極超音速ミサイルは、スピードが上がるほど運動性が低下する、高度を下げると、空気抵抗によってスピードが下がることから、変則軌道を取れるのは、空気の薄い高高度にある時だけで、ターゲットに接近して高度が下がると低速になり、いずれまっすぐ落ちてくるので、それを待ってレールガンを連射して迎撃できれば、相手が超音速でも撃墜は可能と語りました。レールガン開発はかなり前から始まったようです。60年前の1960年代から構想はあったそうですが、本格的に始動したのはここ10年ほどなので、その実現性を疑問視する意見もあるようです。しかし、小野寺氏は、防衛省幹部のレールガンへの期待と情熱を感じたり、対艦攻撃への活用という構想もあるので、実現の可能性は高いと考えているようです。さらに、日本とアメリカの共同開発が実現すれば、同盟強化にもつながり、2028年までには、テストを終えて実用化されるかどうかに注目したいと述べました。小原研究員は、2028年までに開発が終わるというのは、かなりのハイスピードということになる。日本がこういったハイスピードで技術開発を進められる底力を世界へ見せつけることで抑止力を高め、日本が主体的にアメリカと共同開発を進めていくことで、
中国の日本には主体性がないという見方を変えさせることができると語りました。日本が今後革新的技術をさらに高めてゲームチェンジャー的なものを開発できるようになったら、日本へ手出しすることをためらうようになり、戦争を起こさないことにつながっていくだろうと推測しているようです。出雲、片越栄館伊豆、元加賀の航空母艦化改修工事が進んでいます。実は、1回目の改修工事が終わった伊豆、最寄り先に、加賀の外観が変わるということで、急展開を見せているようです。滑走路が短いのは、もちろんダメですが、艦首が台形だと、危険らしいのです。今回は、伊豆、元加賀の改修の様子を見ていくことにしましょう。2023年度の防衛費は過去最大の6兆8219億円。この中には海上自衛隊最大艦艇であるヘリコプター搭載可能な出雲、片越艦1番艦伊豆、元2番艦加賀に F-35B 戦闘機を艦載機とするための軽空母化改修費用52億円が含まれています。現在、この2艦伊豆、元加賀の改修は5年に一度実施される大規模定期検査を利用してそれぞれ2回に分けた改修工事が予定されています。実は、短距離着陸と垂直着陸が可能なアメリカ製のステルス戦闘機 F-35B を搭載するには着陸する際、1000度 C 以上で下方へ噴出するエンジンの排気熱に対応する甲板の耐熱処理や艦首を現在の体型から四角に変更する等の改修工事が必要になるのです。まず、出雲です。海自の横須賀基地を母港とする出雲は、2019年末よりジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で、F-35B が離着陸できるための最低限の改修工事を行い、2021年6月末に、1回目の工事が終わりました。現在は通常任務を行っています。もともと、出雲、型には、設計当初から、F-35B の搭載を想定していたので、エレベータなどの大掛かりな工事は行われていません。そこで、具体的には、1回目の改修で、高温の排気熱に耐えられるよう、飛行甲板の特定の場所、つまり、F-35B が着艦すると想定されているヘリコプター発着艦用の場所に、特殊な塗装を施し、耐熱処理や電源設備を設置しました。飛行甲板には、艦首から艦尾まで黄色いセンターライン、標識線、トムラインが引かれました。この線は、艦載機が着陸する際に、パイロットを導くためのもので、アメリカ海軍の空母や強襲揚陸艦と同じものです。2021年10月5日に、アメリカ海兵隊の F-35B を使用した伊豆、モノ発着艦試験が行われました。パイロットは、トムラインに、機体の中心を合わせて着陸しています。今までは、ヘリコプターによる回転翼機のみを運用していた海上自衛隊で、初めて固定翼機による発着艦試験を成功させたことは、歴史的とも言える出来事でした。飛行甲板のトムラインと並行して、交互に赤と白のセーフパーキングラインが引かれていますが、このラインは、左舷側が滑走路で、右舷側に環境構造物の設置、
中期スペース、エプロンという目印です。つまり、このトムラインに、機体の中心を合わせて着陸すれば、右側の環境構造物にぶつかったりしないということです。トムラインと交差するように、2本のラインが引かれており、F-35B が短距離発艦する際に、水力ノズルを下に向ける目安になっています。今回の改修工事では、外観上の変化はありませんが、F-35B を安全に運用するために、飛行甲板の先端部の変更が行われています。今は台形ですが、今後艦首部分を四角形に拡張して、滑走路を伸ばし、艦載機の露天駐機場所を確保するための工事が予定されています。F-35B はストブル、短距離離陸、垂直離陸機ですが、発艦時は、滑走路は、少しでも長い方がいいので、艦首部分を四角形に拡幅する必要があるというわけです。次回2024年度末から、始まる第2回目の改修で、F-35B の発着艦を可能にするため、艦首部分を四角形にする工事が予定されており、2026年度中に完了する見込みということです。一方、2番艦加賀は、2022年3月から、ジャパンマリンユナイテッド呉事業所で、1回目の軽空母化改修工事に入っており、出雲が1回目に行った飛行甲板強化のための耐熱塗装などが行われました。加賀は、元も先が細くなっていく、台形の艦首なので、このままでは細くなっている先端部に乱気流が発生し、F-35B 戦闘機が短距離発艦時に危険なので、出雲に先駆けて、艦首形状を四角形にする拡幅工事が実施されています。1回目の改修工事は、2023年には終わる予定で、2回目の改修は、2026年と2027年に実施される予定ということです。加賀の改修内容を少し紹介します。2回目の改修に向け、発艦誘導装置を取得します。発艦誘導装置は、レイセオン社が開発し、F-35B などの航空機を、悪天候下でも、GPS 衛星信号と抜き性後方システムを利用して、高精度で、航空母艦や強襲揚陸艦への着艦を自動的に誘導するシステムです。この発艦誘導装置は、アメリカ空軍の航空母艦や強襲揚陸艦、イギリスやイタリアの航空母艦にも配備されています。これは、伊豆、元加賀の両艦にも搭載される予定です。F-35 ライトニング 2B は短距離離陸、垂直着陸の戦闘機ですが、システム的には垂直離陸も可能と言われていて、万能な戦闘機と定評があります。とはいえ、搭載できる燃料や兵装の量から考えれば、やはり離陸時の負担が少ない短距離離陸での運用が最適と考えられます。アメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦は F-35B を運用するために艦首部分が四角形になっていますから、今回の出雲型の改修はアメリカ海軍と同じ形にすることで相互運用を想定したのではないでしょうか。またイギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスは F-35B を艦載機とする航空母艦なので、スキージャンプ式滑走路を備えることが F-35B を効率的に運用するためには不可欠となっています。しかし、出雲や加賀では F-35B 戦闘機を搭載してもヘリコプターの運用を重視しているので、対戦ヘリコプター空母として運用するため、船体前方下部には対戦戦闘用の大型ソナーを設置しています。ここに、スキージャンプ式発艦装置を設置すると、艦艇のバランスが悪くなることが心配されます。最悪の場合、艦艇上部の重量配分が重くなる
トップヘビー状態になる可能性も出てきます。そうなると、台風や荒天時に波の影響を受け、艦が転覆してしまうという危険性も考えられるのです。日本政府は F-35 ライトニング 2B を常時艦載機として運用はしないと明言しています。従来通り、対戦ヘリコプターを搭載し、運用する予定なので、伊豆、本加賀にはスキージャンプ式発艦装置は設置しないと思われます。伊豆、モノ飛行甲板の艦首部分を四角形にする改修工事が残っていますが、現在の計画では F-35B ライトニング 2B を艦載機として運用するための認証を得ようとしていますので、運用そのものは問題ないと考えていいでしょう。出雲が2022年内にアメリカ東海岸まで行って F-35B の運用の認証を得て、2025年に残りの改修を受け、2027年頃の稼働と想定されています。加賀は2024年内に F-35 ライトニング 2B 型の運用認証を得て、2026年までに残りの改修工事を終え、伊豆、元同様、2027年頃から航空母艦として本格運用が可能になるのではないかと考えられます。2023年度の防衛費の中には、艦載機となる F-35B を6機調達する予算が盛り込まれており、総数42機の導入を開示は予定しています。最初に F-35B が配備される拠点は、宮崎県の航空自衛隊の新田原基地とされています。その後、必要に応じて航空母艦化された出雲型に艦載され、2024年度からの配備が予定されています。新田原基地に配備される理由は、今後、馬毛島、鹿児島県に自衛隊施設を整備する予定であることと、広島の呉に加賀が配備されているので、連携を深めることが可能な位置ということが配備される理由になったとみられます。計画通り進めば、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とした海上自衛隊の航空母艦の運用開始は、4年以上先になりそうです。その頃には、現行の大隅型輸送艦の代替艦建造も準備が進んでいると思われますから、その使用や進捗状況も気になりますね。伊豆、本加賀の F-35B 戦闘機運用実績によっては、本格的な航空母艦、海自発の強襲揚陸艦として、この2艦を代替運用する可能性も考えられます。そうなった場合、従来まで、日本国憲法の解釈によって、自衛隊は自衛のための最低限の実力を備えた組織であり、攻撃的な兵器、兵装を保有することは禁止としていることで、航空母艦の保有を見合わせてきた経緯があります。しかし、日本政府の見解は、攻撃的な航空母艦の保有は禁じられているが、防衛用の航空母艦なら、憲法や自衛隊の理念には反さないというものです。言葉をもてあそんでいるようにも感じられますが、今後、慎重に議論を重ねてゆき、日本の安全保障が守られることを願います。が身型護衛艦6番艦阿賀野が浸水したという情報を入手しました。今回は阿賀野浸水について見ていきますね。
悪魔的な建造力は、日本が世界から注目を集めています。少人数化された AI 護衛艦の凄さは、世界に知られることに、世界に向け、日本の高性な護衛艦を販売していくといいのかも。海上自衛隊が急ピッチで建造を進めているのが身型護衛艦。ネームシップで一番艦の最上が2022年4月28日に就役して以来、2番艦熊野、3番艦のしろが2022年中に就役しました。続く4番艦三熊が2023年3月就役予定。5番艦矢作と6番艦阿賀野が進水して偽装中です。このように、1年に2隻というハイペースで建造が進められ、現時点では22隻が配備される予定になっています。ちなみに、各艦の名前を見てお分かりのように、も、が身型護衛艦シリーズには、日本国内の河川の名前が付けられています。このもが身型護衛艦は、従来までの護衛艦とは、コンセプトが違うようで、FFM という、新しい艦種記号が与えられています。FF はフリゲート艦を表し、艦体サイズとしては、おおむね、駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされていて、空母など戦闘艦を護衛する駆逐艦と同じ対戦、防空能力を備えてはいるのですが、揚陸部隊、補給部隊、商船団などの艦隊護衛が主な任務ということです。そして、M は多目的、マルチファンクショナルと、嫌い、マインの頭文字の M を合わせたもので、もが、身型護衛艦は、対戦、対空、対艦における護衛艦にこれまでの求められてきた艦隊護衛任務をはじめ、掃海艇が担当してきた嫌い戦まで、文字通り、多目的な作戦に従事できる艦種なのです。海上自衛隊は、これまで運用してきた護衛艦は、諸外国海軍における駆逐艦、デストロイヤーと同様の位置づけにしていました。その中で、秋月型のように対潜戦闘、対艦戦闘、対空戦闘のバランスが取れた護衛艦を、汎用型護衛艦として、DD という艦種記号を付与していました。海上自衛隊の艦種記号はこの他にもあります。例えば、金剛型のように艦対空ミサイルを多数搭載し、艦対防空を主な任務とするイージス護衛艦には、誘導ミサイル、ガイディット、ミサイルの G をつけて DDG としています。出雲、片やヒューガ型のように、ヘリコプターを搭載して、対潜作戦などを担当する護衛艦には、ヘリコプター、ヘリコプタールの H をつけて、DDH としています。また、汎用型護衛艦 DD に比べて小型で、どちらかといえば、近海での活動を主担当とする、阿武隈型などの護衛艦には、護衛、エスコールトの E をつけて、DE という艦種記号がついているということです。海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇は、すべて護衛艦という呼称で統一しているので、フリゲート艦という艦種の設定は、太平洋戦争終戦直後、アメリカから旧型フリゲート艦の供与を受けて、1950年代から1970年代まで運用していた、クス型護衛艦以来となります。この FFM もが、身型護衛艦の構想が明らかになったのは、2013年12月に発表された25大綱によります。その中には、日本周辺の中国、ロシア、北朝鮮の海洋での軍事活動が活発になったため、海上自衛隊における情報収集、警戒監視任務が著しく増大してきたことに対して、そういった任務に対応する能力が、護衛艦に要求されるようになったためです。沿岸防備部隊として、いわゆる護衛隊群に所属しない護衛隊、艦番号が
10番台あるいは2桁の護衛隊の増加に加えて、海地が常時保有し運用する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていました。しかし、2014年から2024年の間に、旧式護衛艦4隻が退役する予定とされていたため、それらを入れ替えながら、増強を図ることを目的として、多様な任務への対応能力の向上と、艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇が、必要であるとして FFM という新艦種の身型が計画されたのです。防衛装備庁による当初設計における公募では、前述の多様な任務への対応能力の向上と、船体のコンパクト化の両立が求められていたので、2015年時点では、この FFM は3000トン型護衛艦と称されていましたが、多機能性が要求されたことで、それに必要な装備を搭載する関係があり、最終的には、当初計画から3割ほど大型化した、3900トン型護衛艦となったのです。が、身型の艦隊の大きさを紹介します。基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルです。機関方式は、ディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせたコダグ方式で、MT30 ガスタービンエンジンが1機、MAN 車 12V2833D、STC ディーゼルエンジン2機が搭載されています。7万馬力を発揮し、2軸のスクリュープロペラによって、最大速力30ノットで航行するそうです。また、ステルス性に配慮して設計されている艦隊のデザインには、特徴があります。レーダー反射断面積 RCS を低減するために、主船体、上部構造ともに、外国のステルス艦と同じように傾斜角がついているのです。そのため、全甲板から艦尾方向に続くナックルラインが、飛行甲板下の後端まで続いています。上甲板の配置も、かなり変更されていて、全甲板に露天で配置される東洋病関連の機器、偽装が艦内に配置されたり、上部構造物が左右両舷までに張り出しているのです。このため、艦の上、甲板にこれまで設けられていた外に暴露している通路が廃止されました。日本周辺国の海軍においてもが、身型に相当する艦艇を少し調べてみました。中国海軍では、054A 型と呼ばれている、黄海2型、チャンカイ型フリゲートです。ロシア海軍では、アドミラル・ゴルシコフ級フリゲートです。このアドミラル・ゴルシコフ級のネームシップで、一番艦アドミラル・ゴルシコフには、マッハ9で飛翔するために、迎撃困難だとされている、極超音速兵器ツィルコンが搭載され、2023年、1月4日に大西洋を航行したことが話題となりました。この航行の目的は、ロシアがアメリカをはじめとする北大西洋条約機構、NATO に対して、極超音速をいつでも発射可能であると見せつけ、脅威と感じさせることが目的だったと推測されています。そのアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートは、主兵装の VLS、垂直発射艦を32セル搭載していますが、が2型は、その半分の16セルしか搭載していません。数が多ければ良いというものではありませんが、実は、VLS には予算がついていますが、搭載するミサイルの開発問題などのため、未搭載です。そうした兵装の差は、水上戦闘艦として建造された、アドミラル・ゴルシコフ級ともが、身型の運用目的の違いにあります。身型は、対空、対艦、
対戦闘のバランスの取れた兵装を持ち、機雷除去、および、不設の機雷戦能力までをも付与された、文字通りマルチな多用途艦であることを物語っているのです。も、が、身型護衛艦は、62口径5インチ砲、127mm 単装砲が、一門、国産の遠隔操作式無人重火、RWS が、2機と 12.7mm 機関銃が搭載される兵装となります。固艦対空兵器としては、近接防空ミサイル11連装が1機、対水上艦攻撃用として、対艦誘導弾17式艦対艦ミサイル4連装発射筒2機、対潜水艦攻撃用としては、324mm 3連装単魚雷発射艦が2機搭載されているほかに、先述したように、マーク41垂直発射装置16セル1機の搭載が計画されています。また、ヘリコプターの搭載機能も合わせ持っているので、SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機が搭載可能なのです。そして、この藻が身型護衛艦は、乗組員が約90人と考えられているので、従来の護衛艦と比べると、大幅な精進化を図った艦艇という特徴があります。役割的に全型と耳なされる DE 阿武隈型護衛艦ですが、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルですからもが、身型よりは、一回り小さいサイズになります。しかし、乗組員は、約120名と想定されていて、それよりも、大型で、かつ搭載兵器が増えているはずのもが、身型が、およそ3割も、人員が減らしていることが、いかに精進化が進められているかがわかるでしょう。消費と化に、伴い、もが身型では、クルー制の導入が予定されています。これはもが、身型護衛艦3隻に対して、4組の上艦クルーを配置することで、3組が上艦している間は、残り、1組に休養を取らせるというシステムなのです。このシステムによって、定期検査や修理などに対応しながら、稼働席数を確保できるだけでなく、乗員の休養期間が確保されると思われます。こうすることで、もが、身型では、すでに就役している艦と、今後建造される艦の偽装が、すべて同じ時期になるように計画されているのですが、これについても、海上自衛隊では、初めての試みになるそうです。日本、イギリス、イタリアの3カ国による新たな戦闘機の開発、GCAP、グローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムがついに本格始動しました。機関部を担うのは日本が IHI 社、イギリスは高級車で有名なロールスロイス社です。今回は、日本 IHI とロールス・ロイス社の機関部開発について見ていきますね。日本国内での戦闘機エンジン開発がなかなかスピードアップしない理由にも迫っていきましょう。2022年12月9日、日本とイギリスとイタリアの3カ国は、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP と名付けて共同開発で行うと正式に発表しました。すでに前年2021年末には日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社が新たな戦闘機機関部の実証事業を行うこと、2022年2月には
新たな戦闘機用のレーダーセンサー類の実証実験機の研究を共同で行うことが決定していたのです。そのため今回の GCAP の指導はこれまでの流れを各国政府が公式に認めて満を持してプレス発表を迎えたという証明でもあったようです。イギリスと日本の間で新たな戦闘機をめぐる各々の協力関係はここ2年ほどで急速に強化された感があります。このことはそれまでのアメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援が必須という考え方に区切りをつけるものになりました。1945年、昭和20年、8月の太平洋戦争の敗戦によって、日本は、アメリカをはじめとする、連合国の管理下に置かれました。多くの占領地政策の中で、軍備につながる産業分野が抑制されたため、航空機開発が、その分野に組み込まれたことによって、開発技術も、大きく後退することになったのです。そのせいで、今回の新しい戦闘機開発の目的である空自の現行の F2 戦闘機の代替機は言うまでもなく、大元の F2 戦闘機開発時に純国産化を推す声もあったのですが、それを行える機関部の製造は、技術的には当時の日本には困難でした。また、F2 戦闘機開発が進められた時期は、日本経済がアメリカに対して優位だった。いわゆる貿易摩擦が叫ばれていた時期でした。政治的に、そうした貿易上の不均衡を是正する必要があり、アメリカ製の戦闘機をベースにすることが求められたという経緯なのです。昭和60年代、1985年からアメリカ産牛肉、オレンジの輸入関税が引き下げられ、大量に国内に入ってきたため、国内農家が大反発した時期でもありました。日本政府は、アメリカへの輸出高1位の自動車産業を守るため、農業を犠牲にしたと言ってもいいでしょう。当時、自民党の一番の支持者は農業者だったはずなんですけどね。日本の F2 戦闘機開発に使われたのが、F-16 ファイティングファルコンです。F2 戦闘機開発では、各部にかなり大掛かりな変更を加えたので、別の機体と言えるほどに変化していて、日本に必須とされる対艦攻撃能力が強化されました。しかし、完成した F2 戦闘機を状況変化に合わせて、日本側の判断で自由に仕様変更を行うことはできませんでした。というのは、中心となる機体のコントロール部分の情報が日本に開示されることはなかったからです。客のリクエストを無視したわけですよ。こういった F2 戦闘機開発の反省を踏まえた上で、代替機開発計画に際しては、日本では自国主導を前提として掲げました。そして、三菱重工業者を主幹契約企業として、その配下に各国内企業を紐づける開発体系を進めていきました。アメリカのロッキード・マーチン社に技術支援先としての関与を希望していましたが、これまでのようにブラックボックスを抱える事態は回避しようという意志が強かったので、日本とアメリカがどの点で折り合うのかにも注目が集まっていたのです。しかし、結果として、日本はイギリスとイタリアとの3カ国での戦闘機開発という初めての道を選択しました。これまでのアメリカやロッキード・マーチン社等より、ずっとフラットで対等な関係での開発が進められるのではないかと、各方面から期待が寄せられています。そして、今回の日本における GCAP への布陣は、全体の統括と機体本体を、三菱重工業者、機関部を、IHI 社、レーダーセンサー類の電子機器等を三菱電機が担う体制になっています。イギリスの場合は、全体の統括と、機体本体を、
BAE システムズ社、機関部をロールス・ロイス社、レーダーセンサー類の電子機器等をレオナルド UK 社が担当することが公表されていて、テンペスト計画そのままということですね。もともと GCAP が確定する以前は、F2 戦闘機代替機には IHI 社が製造する国産の機関部を搭載することが有力視されていました。これは IHI 社が防衛装備庁からの依頼で、それまでに通称シンシンと呼称されていた実証実験機用に開発した XF5 エンジンや、それを土台として開発を進めた XF9 エンジンが2018年にすでに試作機1機を納入したことが大きく影響しています。そこで製造された XF9 エンジンは地上での動作確認ではありますが、アフターバーナーの使用時には最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度 C を記録し、世界標準クラスの数値を叩き出したのです。この XF9 エンジンの研究開発は、IHI 社では、2010年、平成22年から開始されたもので、新しい戦闘機への搭載を前提として進められ、当初の基本コンセプトは、スリムでありつつ、大出力を確保するというエンジンを標榜していました。その理由は、XF9 エンジンを搭載する戦闘機に、ステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することが大きな目的だったからです。また XF9 エンジンが目標とする大出力は、言うまでもなく搭載する戦闘機としての高機動性を確保するための必須条件です。近年は戦闘機同士の空対空戦闘は減少傾向とはいえ、敵ミサイル等の攻撃回避にも必要な要素です。このようなスリム化、大出力という目標に対して一定の数値的達成を見せていた XF9 エンジンではあるが、実際の機体に搭載した状態でのテストが行われたわけではないので、即実用化とはいかないようです。それでも、日本悲願の国産戦闘機用エンジンとして、一定の成果を収めたことには間違いありません。XF9 エンジンには、新たな戦闘機への搭載に期待されていましたが、今後は、イギリスのロールス・ロイス社との共同開発の中で、どのように変化していくのかが注目されるポイントになっています。イギリスのロールス・ロイス社は、テンペスト計画での機関部開発に難航していると伝えられていましたが、それでも、ユーロファイタータイフーン等で、多数の量産型の戦闘機エンジンを開発してきた実績とノウハウを有している企業です。個人的には、ロールス・ロイス社が持つ技術力は、少なくとも、IHI 社の XF9 エンジンよりも、これからの戦闘機により求められる発電能力と冷却性能の分野で先行しているように感じられるので、やはり、この会社が、開発の主導権を握ると思われます。ここまで開発を行ってきた IHI 社の XF9 エンジンですが、発電や冷却とな、どの機能では譲る部分もあるので、今までの積み重ねを活かしつつ、量産化とコストの低減に、最適な選択となることに期待したいものです。IHI 社について少し紹介しましょう。現在の社名となったのは2007年、平成19年からですが、それまでは石川島播磨重工業社として日本の重工業を支える一角となっていました。歴史は古く、創業は江戸末期に遡ります。航空機用のジェットエンジンの分野では、国内の6割以上のシェアを誇ります。現在、航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機に搭載されるゼネラルエレクトリック社製の F110 エンジンや、
F-15J イーグル戦闘機に搭載されるプラット&ホイットニー社製の F-100 エンジンも IHI 社がライセンス生産したものを搭載しています。 IHI 社が開発し実用化量産化されているエンジンとしては海上自衛隊が2013年平成25年から運用を開始した B-1 哨戒機に搭載された F-7 エンジンがあります。これはターボファン形式の高バイパス比エンジンとして民生品への応用も模索されているようです。ちなみに海自のヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型や最新鋭イージス護衛艦マヤ型等を建造した企業はジャパンマリンユナイテッド社ですが、この会社は IHI 社の造船部門から派生した企業ですから、この会社が持っている高い技術力がわかりますね。